プライド事件簿中尾キッス事件。2005年の大晦日、ヒースヒーリング VS 中尾義弘、リング中央でのフェイスオフ。両者睨み合う中で、なんと中尾が対戦相手のヒーリングにキスを見舞い、激怒したヒーリングは中尾に右フック一閃。試合開始のゴングが鳴る前に中尾は失神し、担架で運ばれることとなった。